はい、久しぶりです。はい、どうもお世話になってます。はい、はい、年末ですね。早いですね、あっという間ですね。はい、はい、なんかいろいろ新しいことも英語習ったりとかね。そうですね、あの、ね、何頭使って頑張ってます、体はどうですか。体ですね、やっぱ相変わらず左側がやっぱりやばいんですけど、はい、足もそうです。あ、足はね、まだ、あ、でもやばいんですかね。ちょっと良くなりそうそうですか、ね、なんかこの首とか肩の頭皮とかの血行がなんかあんまり良くないんじゃないかなっていう感じ。なんか凍りすぎて若干めまいがするような本当ですか、うん、感じが。寒いからですかね。あ、まあそれもね、気圧とかもめまい出ますからね。寒さとかも、はい、腰も辛い、はい、だと思いますね。はい、わかりました。はい、一つよろしくお願いします。はい、動かしづらいとか痛い、その触って痛いみたいのはないですかね。動かしづらいのは若干腰が動かしづらいかなっていう感じ。なんかちょっとずっと座ってると固まりやすくなってるのかなっていう。最近ちょっと座ってから立つときにちょっとなんか伸びづらいというか、あの年寄りっぽい感じ。ああ、ちょっと急には伸びないみたいな。どっこいなんかな、あ、よいしょみたいな、こういう感じ。ああ、そうですね。はい、やっぱりこうシャシャとしない状態ですね。そうです。はい、わかります。なんかちょっと手もつきたいみたいなこういうなるほどなるほど、わかりました。はい、はい、よろしく。あとの特選も。あ、かしこまりました。はい、かしこまりました。お願いします。お願いします。はい。はい、60分終わりましたが、いかがでしょうか。ってましたね、はい、なんかずっとなんか痛い痛いって言ってる。痛いところ多かったですね。の脇腹もすごかったですけど、なんかあの肩の溝のところですね。最強に痛かったですね。でもなんかすごく肩が楽に回るようになってますし、あと首がなんかもうすごくもう楽に動くようになってるんで、驚きですね。はい、良かったです。頭の位置が良くなりましたし。あ、本当ですか。はい、顔もすっきりされてますね。本当ですか、ありがとうございます。はい、ちょっとね、自分じゃ分かんないですけど、でもなんかすごく何かが落ちたような気がします。はい、だいぶやっぱり疲れが溜まっていらっしゃいましたね。まあ年末ですからね。そうですね、年末の疲れもあると思います、ね、ですよね。はい、はい、また新年もよろしくお願いいたします。もうね、あの予約も予約をいただいたので、はい、ね、はい、来年もよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。視聴者の皆様も良いお年を。良いお年をお迎えください。まだあと1年もあげるかもしれないです。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、じゃあまた来年です。はい、また来年。